はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ガンツです。さあ本日なんですが、皆さんこの、謎の黒い玉ご存知でしょうか。邪神アバターって言うんですけど、これ自分のフィルダーモンスター3体をリリースしないと出せなくて、まあ神系のオベリスクとかラーとかオシリスとかも、まあ、大体そういう効果あるんですけど、まあ3体をリリースした場合に特殊、通常召喚ができますよというのがあってまして、特殊召喚ができませんと。でこのカードが召喚に成功した場合、相手のターンで数えて2ターンの間相手は魔法トラップカードを発動できないっていうクソ強効果あるんですね。これ出しちゃえば先行で相手もう2ターン魔法トラップ使えないんで結構詰むんですよ、色のデッキが。でこのカードの攻守が、他の攻撃力が一番高いモンスターの、攻撃力プラス100になるということで、まあ戦闘でもかなり死にづらいというところで、これ出せれば強いモンスターの典型例で、この1番の子が発動できたらめっちゃ強いじゃないですか。だけど出しにくいのがやっぱこのデッキの弱み、このデッキというかこのカードの弱みだったんですよね。これね、最近実装されたこのホルスっていうギミック、これがですね実はクソ強いその下敷き用意札になってまして、ホルスってその墓地から簡単にモンスターが蘇ってくるんですけど、これ下敷きにすることできるじゃないですか。要は3体リリース系のモンスター出せるじゃないですか、結構簡単に、まあ、神とかね、出したりとか、まあ、いろいろできるんですけど、これアバターも簡単に出るなということを私思いつきましてですね、ホルスデッキに、アバターぶち込んだ、ホルスと黒い玉という謎デッキを作ってきました。まあ、後手だったらね、別にこれ引いてても出してもそんなに強くないかもしれないから、まあ、出さずにコストにしてもいいし、王墓の設計機とかのコストにしてもいいし、まあ先行だったら、まあ普通に、その無限ホールとかエフェクトベアがないなという、感じだったら、相手のチェーン的に、これ出してもいいし、ということで、使い分けが非常にね、できるモンスターで、まあ別に3枚入れといても別に全然邪魔しないんで、今日はこの先行だったら、アバターを爆誕させるという最強のムーブをちょっとお見舞いしていきたいなと、はい、いうふうに思います。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。うわ、2ペア来たー。またポーカー芸人、ポーカー上手いですねってコメント欄でめっちゃ言われるやつ、俺。まあでも、このポーカーはまあまあ強いか。まあ違う、ポーカー、まあ、イムセティがね、やっぱ最強なんでね。まあ、イニセティ引ければまあそんなに。おし、来たわ、黒い玉。出た、ガンツ来た。ガンツ来た。ガンツ来たぞ、これ。裏のも G もなそうだ、これ。チェーン的に。ちょっと、王の棺発動で。王の棺の効果発動したいんだが、なんかよろしいか。ちょっと、一旦棺の効果を使わしてもろて、まあ、ちょっととりあえず全モンスターを墓地に叩き落としていくしかないんだけど、ちょっとね、無限法要とね、エフェクトベーラーがね、ちょっとですね、あるかどうかだけちょっと検知しないといけないんですけども、そこだけ、マジで裏目で、まあそれがあるなと思ったら、まあ普通にホルス単体でエンドするんですけど、あ、これチェーン映んないね、これ。多分持ってないな、じゃあ。多分、これ持ってない、エフェクトベーラー持ってないってことは、まあ、ニビルか、あとは。まあ、ニビル撃たれても最悪しゃあねえか。まあ、これ出すしかないか。魔法罠もう使わないで下ち、はい。あと2ターン魔法罠をお前だけ使わないで下ち。2ミリもなそうだな。よし、来た、いや来た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 、決まったぞ。これ相手魔法罠デッキが詰むぞ。これ魔法罠デッキ誰頼む。いや、魔法罠使えないってこの環境結構きついからね。ラビレスか、全部使えないぞそれ。おっと、なんだラビレスか、これ神ゲーオクタか、これ。おっと、相手何一つ、あ、増殖する G、 どうでもいいです。トップドローか、増殖する G、 なるほどな。いや、もうほんとあれ使えないんで、あのカード伏せてやるカード全部使えないんですよ。まあアバターの効果通っちゃってるんで、これさ、なんかドゥアムテフのせいでさ、アバターすごい打点になるね。バケモンで草、攻撃力。この黒い玉、バケモンやん。対戦、ありがとうございました。やべえ、相手、増殖する陣しかカード使ってなくて、草。あー、後手としては非常に。
いい反動してるんじゃないのこれ。ラバコもガンマンもあるしね、これが非常に理想的な反動と言ってもいいかもしれない。まあちょっと宝玉のなんか宝玉究極宝玉獣レインボードラゴンとかいうマジで本当にゴミが来てるんですけど、やばい、ホルスラーだ来た。これ結構相性いいですよこれ。ちょっとガーディアンスライム、これま手札減ってるし、これさすがに無効にするか。どうせホルスでできてもあんまガンマ打つことないので、まあちょっと一回ガンマでまあここ無効にさせてもろって、なんかやばいこと起きないようにだけさせてもらうわ。はい、まあ、とりあえずね、あのモンスターがいっぱい出てきて、やばいこと起きるんですけど、まあラバコいるんでね、まあそんなに前盤面はなんとかなると思うので、で一応こっちのホルス展開が通った場合は、相手のモンスターショった後にサンダルフォン出しちゃえば結構辛いんですよ相手目線なんで、まあ、サンダルフォンゲーミングになりそうな気がする。あ、エンドか、なるほど、手札強いのかな。じゃあなるほどね、手札が強い可能性あるね。じゃあ誘発とかなんかな。あ、キッコーショー強っ、クソ強いやっけ、最強カード来た。ちょ、どうしよう、これ結構一発打ちに行ってもいいか、結構あれだな、超高速バトルフェーズ。あー、なんか G かな、多分これ G っぽい気がするね。なんかちょっとなんか G 系のカードがなんかありそうな気がするんですけど、なんかちょっとチェーン映ってる気がするんで、で拮抗勝負してちょっと勝負拮抗させましょう。てかなんかホルスでさ、毎回高校勝つとき大体拮抗勝負打ってるだけなんだよな。ホルスギミックでまくってるっていうか、拮抗勝負で大体まくってるんだけど、多分これね G 持ってると思うんだよな。あー、デュアムテクなんだ、へえ。そこ王の棺残さないんだね。あ、でもそっか、結局手札使ってまた出てくるだけだからあんま関係ないみたいな話なのかな。結構ね、ホルスいなくなったのでかいですよ。あ、そうだよね、G あるよね、まあ、G があるのは分かっていました、 G があるのは分かっていました。まあ一旦とりあえずこの究極宝玉獣とかいうガチでいらないこのこいつだけ掃除させてもらって、手札2枚でしょ、俺多分これ死なないんじゃね、これまだ。ドゥアムテフがなぁ、鬱陶しいけどなぁ。ドゥアムテフがまあまあ鬱陶しいけど、いや、これ多分死なないと思うんだよなぁ。トップ王の棺で送ったとしても多分出てくるのもう2体でしょ、いや、これ死なないと思うんだよ、俺。多分。って言って死んだらごめんなんだけど、まあでもスキルもスキルドレアルか絶対死なないか。スキルドレアルか絶対死なない。これエンドだ。さすがに大丈夫。まあ、ちょっと一回増人を無駄打ちさせたことを喜ぼう。さあ、どうする。青の棺発動が一応回答ではあるんだけど、よし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 、ドゥアムテフビートはクソザコだぞ、これはいける、ドゥアムテフビートはクソザコなんで多分なんとなります。で、私のターンに入ります。で、オーボの石撃が来ました。オーボの石撃が来たもののだよな。ちょっと一旦王の棺撃ちまして、オーボの棺をぶち込みまして、あ、うららね、あー、なるほどね、うららね、オッケー。うららと X か。で、ってことは、王の棺ではないな。ホルスモンスターとかだったら、多分落としてると思うから、なんか、あれとかなんだって なるよね。増字でもない。あれなんだなんか、王の棺で捨てない手札なんだよな、多分あれ。ちょ、わかんないけど、まあ、ぶん殴りに行きます？ちょっと、あの手札、不可解すぎますけどね。まあ、ちょっと、王の棺打って、イムセティを落として、イムセティが一番打点高いからこれでいいか、まあ、こっちもドゥアムテフっていう説もあるけどなまあ多分さすがにイムセティの打点の方が強いから、まあ、こうしてもうバトルなんじゃねえかな、これ。アーゼウスしに行くのもあるけどね、あのエクシーズで戦闘して、その手札があんなのか問題なんだよな、マジでわからん。でバーンとぶん殴って、あー、ダメスってなんかあるね、これ多分ガーディアンスライムだ、ガースラじゃないこれ多分。ガースラ出させんのやだな。ちょ、メイン2、はい、ガースラだって手札にずっと抱えてエンドしといてもらうか。で、これサンダルフォン出しに行って、サンダルフォンの効果って言えば多分相手何もできないんで。ダメスで光るのね、めちゃくちゃ怪しいから、てかもうカード完全に特定されちゃうから、多分あのボタンオフにした方がいいっすよ。これ絶対ガースラじゃんね。今の。ダメージステップ終了時でさ、相手にチェーン渡って何も発動しないと絶対ガースラでもう一体殴られたら出そうと思ってたでしょ、多分。さすがにバレんだって、うわー、最強カード来た。
いやまあでも死んだら太陽神でガーサラ持ってきたりラータマとか持ってこられても別にサンタになってないから大丈夫で、でこっちはラータマが出されないようにすればいいので、私のターン、拮抗勝負、うーんいらない、うーんいらない、まあ、そうっすね、まあ、とりあえず一旦王の棺で拮抗勝負をぶん投げて、でホルスモンスターを墓地に送っておきましょうか。まあ、こっちもそっちがドゥアムテクならこっちもドゥアムテクみたいな説あるけど、まあ、一応これ2体しか出てこないかもしれないからケベンセヌフ出して、はい、ほんで特殊特殊、いやこれガースラダリーな、ガースラ結構ダリーな、どうしようまあでも物量で殴りに行くしかないよな。まあ、イムセティ出さざるを得ない、ディンギ出しに行って、であのゴミを掃除させてもらって、でこれでアーゼウスになっておいたら多分大丈夫だと思うんだよね。で攻撃強靭するでしょ。であ、そう、真の太陽神ってちなみにラー以外なんか特殊力されたら攻撃できないとかいうのが地獄みたいな効果あるんで、はい、っていうね、やばい効果あるんで、で、これ多分出てくるっしょ、ガースラー。あ、出てこないんだ。出てこないんだ。もうラー頭だから出させてもいいかな。さすがに。もうさすがに出させてもいい。あ、マハーマかい、マハーマかい、マジか。絶対ガースディアンスライムだと思ってたわ。なるほどね、マハーマだったらもっと早く殴っといてよかったらマジか、それは読めんかったわ。何このデッキ、なんかよくわからないデッキだな。マハーマってどこだよ、ガーディアンスライムだと思ってたわ。ガーディアンスライムじゃねえのか入れんので、ペインゲイナー、セブンシンズ、アーゼウスだけしといて、でまあ一応念のためサンダルフォンの効果使って相手の王の棺とかが発動されても大丈夫なようにさせてもらいますか。はい、さあネガロギア出していく。てかネガロギアさあじゃなくてさ、あのさ、なんかあのなんだっけ、ロギアステラ、ロギアステラティフォンさんまだっすか。ちょロギアステラ早く欲しいんですよね。ちょあれ使いたいっすよね、早くマスターデンでも。だいたいもう詰んだっしょ、なんかラータマでしょ、あと相手の手札やばやばいカード発動してんねん。まあでもこれワーゼウス流しちゃえば多分出せないから、まあ、ちょっともったいないけどね、もだいぶもったいないけど、このワーゼウス流しちゃえば出せなくて、相手の手札がラータマなんで、まあもうなんもできないですねあぶねー、なんかうわマハーマのチェーン絶対ガーディアンスライムだと思って、なんかめっちゃビビってたの意味わかんねえな。魔法はなメインでね使うデッキだってたらね、マジでね勝率高いんで、ラビリンスとかがね多分ね、ラビリンスはピュアリーとかですかね。ピュアリーはまあちょっとワンチャンあのモンスター効果であの上乗っけられるパターンはあるんですけど、ワンチャンね、まあ、ただもう発動しちゃった後なんでアバターは結構なんとかなりそうな気配はあるんだけども、あと無限抱擁はあの察知したら、まあ、アバター行くのやめましょう無限抱擁があるなって察知したらあのアバターに行くとマジでやばいこと起きるんで、もうやめた方がいいですね。で、王の棺発動したいです。王の棺の効果起動。まあ、ちょっともう、君はもう一回どっかに行ってくれ。もう今いらん。で、棺の効果、イムセ、ドゥアム。さあ、全員出てくるぞ。よいしょ。チェーンは映らない、映らないね。お、無限抱擁もエフェクトピラーもなさそうだね、これ。で、こうして、で、こうしてはい、で3体リリースめちゃくちゃ簡単だよなアバター出すのこんな簡単にアバター出せんだっていうか簡単だよなこれ。さあ邪神アバターが爆誕して、さらにイムセティも一応出す。ちなみにこれやるとニビル踏むので、ニビル踏みたくない方は、アバター召喚でエンドすると、いいよということをお勧めしておきましょうまあ、ニビル割り切りで俺はいつも出してるんだけど、まだ踏んだことは今のところない。お前もう魔法アラ使えねえからな、マジで。
じゃあ、積んでろ。12指示サーブレード、あかんあかんあかんそれはあかん、それだけはやったらあかん、ガチでやばい、届いた、ちょっと待って、落ち着こうぜ、ちょ、話し合いましょうよ、話し合えば分かりますよ、お互いデュエリストなんですから、デュエリストなんだからさ、やっぱりお互いのことをもうちょっと知った方がいいと思うんですよね。はい、お互いにもう少しこう親睦を深めて、まあちょっとあの対話みたいなことをした方がやっぱいいと思うんですよね。基本的には重ねすぎじゃないですかね、先生先生ちょっと重ねすぎじゃないですか、これはやりすぎなのではないですか、さすがに。あああっ、あー逃げろー、アバター、ちょ、アーゼウスには無力すぎて草なんだけど、やばいこと来た、ちょ待ってくれって、おいお前、やっていいこと悪いことあるだろ、ふざけやがって、あー脅しすぎいや、ワンチャン相手が何も読んでない可能性がある、テキスト何も読んでいない可能性があるですよねー、ですよね、ガチで1ミリも刺さんなくて草、なんなら普通にアナコンダでフュージョンデスにコピーされた魔法カード発動されてますけど、どういうことですかこれ、魔法カード使えないんじゃないんですか相手、なんでフュージョンディスティニーも発動されてるんですかこれ。